どうも皆さんこんにちは。セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回はアメリカで有名な飲み物を紹介したいと思います。こちらは昔から発売されているアメリカの飲み物です。それはこちらです。 Pib Extra の紹介です。コカ・コーラが出している飲み物です。今検索したんですけど、1972年にデビューした飲み物ですね。デビューした時の名前がペッポっていう名前だったらしいです。で、1年後の1973年にドクター・ピッブで、ミスター・ピッブっていう名前に変えたらしいですね。で、2001年になってピッブ・エクストラになったらしいです。もう一つのドクター・ペッパーみたいな感じですね。お父さんもね、昔から飲んでるって言ってますね。安くて美味しい飲み物だから、いつも買って飲んでたって言ってましたね。値段は1缶で1ドル30セントぐらいですね。日本円で150円ぐらいです。香りはドクターペッパーの香りと似ていますね。で、ここに書いてあるんですけど、 Artificially flavored spicy cherry soda って書いてありますね。人工的な味で辛いチェリーソーダって書いてあります。まあ、色はドクターペッパーと似ていますね。いただきます。ドクターペッパーの味に近いですね。ドクターペッパーを少し薄くした感じがします。こちら結構美味しいです。で、あとそんなにスパイシーじゃないですね。僕もね、過去に1回だけ飲んだことがあるんですね。1回しか飲んだことなかったので、ほとんどどういう味がするか忘れました。そんなに超濃いとかそういう感じではないですね。で、さくらんぼの味も結構ありますね。真ん中あたりから来ます。点数は100点満点です。少し薄い味が入ったっていうのがいいですね。で、チェリーのソーダもね、結構大好きです。シュワシュワ感もちょうどいい感じになっていますね。で、缶のね、作り方も結構好きですね。デザインがかっこいいです。 Pib Extra の紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。